この動画は令和4年7月27日に開催されました天白区認知症サポーターフォローアップ講座の動画です。皆さん、チームオレンジという言葉を聞いたことがありますか？チームオレンジとは、近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の早期からの支援などを行う取り組みです。認知症の人本人もメンバーとして参加します。天白区では、このチームオレンジの発足を目指して、愛知県福祉局、高齢福祉課、地域包括ケア、認知症施策推進室の安井さん、認知症カフェを運営している認知症サポーターの安田さん、東浦町社会福祉協議会認知症地域支援推進員の岩田さん、ノアの会から神谷さんご夫妻、そして仙台市オレンジドア代表丹野智文さんをお招きし、私もできる、あなたもできる、一緒にやろう、チームオレンジという講座を開催しました。音声や映像の乱れがありますが、最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは、講座の様子をご覧ください。それではチームオレンジについて説明いたします。なお、私からの説明については、全国キャラバンメイト連絡協議会発行のコーディネーター研修テキスト、認知症サポーターチームオレンジ運営の手引きにおける内容を主として説明いたします。本テキストについては参考資料として本日配布しております。本日の研修においては、時間の都合上本テキストに書かれているすべての内容についての説明ができないところもありますので、別途ご確認いただければと思います。本日はここに示した5つについて説明いたします。まずはじめに、認知症施策に関する基本情報として、認知症を取り巻く社会情勢や国及び愛知県の認知症施策について説明いたします。まず、これらのグラフは認知症の人の将来推計です。厚生労働省が公表した数値によりますと、認知症の人の数は2020年に国内で約631万人、2040年には全国で約953万人になると推計され、これを愛知県に置き換えますと、最大で約54万6千人に達し、高齢者の約4人に1人が認知症になると言われています。これらの推計から、認知症は誰もがなる可能性があり、また、介護者として関わる可能性がある身近な病気で、一人一人が認知症を自分ごととして考えていかなければなりません。こちらが、認知症施策に関するこれまでの主な国の取り組みです。最近では、2018年に認知症施策推進関係閣僚会議が設置され、その他、検討が重ねられ、2019年6月に認知症施策推進大綱が取りまとめられました。このように、認知症施策については、さらなる取り組みを進めていくこととなりました。ここからは、2019年に取りまとめられました認知症施策推進大綱について解説します。大綱は、すべて認知症の人の視点に立って、認知症の人やその家族の意見を踏まえて推進することを基本とし、2025年までを対象とした認知症施策の方向性について示しており、矯正と予防を車の両輪とした施策を進めていくことが掲げられています。大綱のコンセプトは、認知症は誰もがなりうるものであり、多くの人にとって身近なものとなっていること、周囲や地域の理解と協力のもと、本人が希望を持って前を向き、住み慣れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指すこと、
正しい理解に基づき予防を含めた認知症の備えとして取り組むよう促すこととなっており、具体的な施策として画面右側の5つの柱が設定されています。このうちチームオレンジに関係する部分については赤枠で囲っております。1、普及啓発本人発信支援と、4、認知症バリアフリーの推進、若年性認知症の人への支援、社会参加支援の項目になります。ここで1、普及啓発本人発信支援の中の認知症とともに生きる希望宣言について触れたいと思います。認知症とともに生きる希望宣言とは、本日お見えになっている丹野さんをはじめとした認知症の方ご本人たちが設立した一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループが2018年11月に表明したものです。認知症の方本人が希望を持って暮らし、より良い社会を一緒に作っていこうとする人の輪が広がり、誰もが認知症とともに希望を持って暮らせる社会を認知症の方本人と一緒に築いていくためにチームオレンジの活動があります。希望宣言については参考資料として本日配布しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。ここから大綱におけるチームオレンジに関係する部分についてご説明いたします。まず1、普及啓発本人発信支援です。認知症サポーターの養成を進めるとともに、生活環境の中で認知症の人と関わる機会が多いことが想定される産業種、小売業、金融機関、公共交通機関などの従業員など向けへの養成講座の開催や、学校教育などにおける認知症の人などを含む高齢者への理解の促進、地域の高齢者などの保健医療、介護などに関する相談窓口である地域包括支援センターおよび認知症疾患医療センターの周知の強化に取り組んでいくというものです。この後説明いたしますが、チームオレンジの要件の中の一つに、ステップアップ講座終了予定者および予定のサポーターでチームが組まれているというものがありますが、大綱においてステップアップ講座とはこの部分において説明されております。次に4、認知症バリアフリーの推進、若年性認知症の人への支援、社会参加支援です。認知症の人も含め、さまざまな生きづらさを抱えていても、一人一人が尊重され、その本人に合った形での社会参加が可能となる、地域共生社会に向けた取り組みを進めていくことが重要であるため、移動、消費、金融手続き、公共施設といった生活のあらゆる場面で、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で普通に暮らし続けていくための障壁を減らしていく認知症バリアフリーの取り組みを推進するというものです。認知症施策推進大綱の中では、この柱の中でチームオレンジについて示されております。またここで KPI として2025年までにチームオレンジの整備が掲げられております。次にチームオレンジの概略について説明をさせていただきます。ここからは先ほど申し上げました認知症サポーターチームオレンジ運営の手引きにも記載がある内容でして、スライドにテキストの参照ページを、記載しております。まずはじめにチームオレンジの定義について、認知症施策推進大綱の、記載を抜粋して説明いたします。チームオレンジとは何かと言いますと、できる範囲で手助けを行うという活動の、任意性を維持しながら、ステップアップ講座、今日のようなフォローアップ講座を、受講された認知サポーターの方が支援チームを作り、認知症の人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みとして大綱には示されております。本事業は、地域において把握した認知症の方やご家族の方の悩みや、身近な生活支援ニーズとサポーターを、つなぐ仕組みのことを、言っております。目的としましては、認知症の人ができる限り地域の良い環境で自分らしく
暮らし続けられるような地域づくりの一環であるとも言えます。次のページですが、まあ、そのチームオレンジのイメージ図というようなものになっております。まあ、認知症の方や家族が地域のチームという仲間の一員として迎え入れ、早期の段階から継続して付き合っていくという仕組みのもと、本人が安心して自己表現できる場を、まあ、地域や周りの環境に応じて チームがその環境を提供したりすることです。右下に記載しておりますキーワードを意識しながら、どのような場所でどのような支援をしていくのかを話し合うとともに、本人さんやその家族にとってどのような困りごとがあるのか会話していくことで、まあ、そのチームのカラーや特色につながり、暮らしやすい環境の整備がされていくかと思います。次にチームオレンジの3つの基本についてです。チームオレンジの中心をなすものとしては、1、ステップアップ講座終了及び予定のサポーターでチームが組まれている。2、認知症の人もチームの一員として参加している。過去認知症の人の社会参加。3、認知症の人と家族の困りごとを早期から継続して支援ができるというものです。2の認知症の方の参加については次のスライドでお話しいたします。なお補足にはなりますが、本事業で想定されている認知症の方について少し説明をさせていただきます。本事業で想定している認知症の人、認知機能の低下した方としては主に軽度認知障害にあたる方だとされておりますが、鑑別診断や要介護認定を受けていることが必ずしも要件ではなく、認知症の疑いのある方でも支援体制を構築していただきたいと思います。認知症の初期の段階では介護保険サービスの利用にはなじまず、支援施策の空白期にあたっておりまして、地域の良い環境で自分らしく暮らし続けられるような環境整備が重要になってきます。また認知症の方の参加については、このチームオレンジの考え方を示しているものでありまして、その認知症本人だからといって色分けをする趣旨のものではありませんので、ご承知おきください。次のページですが、こちらは先ほど述べましたチームオレンジの3つの基本のうち、2つ目の認知症の人もチームの一員として参加しているという項目について、厚生労働省発出の事務連絡において記載がなされている内容です。地域によっては、チームオレンジにご参加いただける認知症の方がすぐに見つからないケースというのもあるかと思いますが、そのような場合に、本人の希望に反して、無理に参加をしていただくことがないように、認知症カフェであったり、本人ミーティングの場での交流や、個別支援を通して、お互いに関係性を築いていただき、自発的にその方が活動に加わってもらえるような関わり方をしていくことも、本人が参加しやすい環境づくりという点において重要になってきます。次にチームオレンジのメンバーについてお話しさせていただきます。認知症の人は、要介護認定を受けている人や判別診断を受けている人に加えて、あれ、もしひょっとしたら認知症なのかなといったような方にもぜひ参加していただければと思います。ここにお示しさせていただいております、さまざまな立場の認知症サポーターの方を必ずしもチームに加えなければチームオレンジとして認められないというものではなく、またこれらの人が交流拠点での集いを開く都度に毎回参加しなければならないというわけでもありません。認知症の方と地域で生活していく上で関わりのある方たちがチームのメンバーになり、本人と触れ合う機会があるときはよくその方に理解して自尊心を傷つけないようにということが重要になり、フォローアップ講座等を通じて本人との関わり方を学んでいただければと思います。できるところいや身近なところから仲間の輪を作っていただき、その輪を拡大していくことが暮らしやすい環境の実現につながるのではないかなと思います。
まあ、このような、申し上げたチームが自然発生的には出来上がりにくいので、まあ、このような、社会資源を立ち上げるコーディネーターと呼ばれる、方が必要になってまいります。次にそのチームオレンジのコーディネーターの方について、説明をさせていただきます。こちらはそのコーディネーターについて先ほど申し上げてますテキストから抜粋したものです。コーディネーターはチームオレンジの整備を推進していくための、まあ、中核的な役割を担う存在でありまして、各市町村、まあ、1名以上の配置が、地域支援事業実施要項という、まあ、国の要項に定められております。ですが、そのチームオレンジコーディネーターとして活動するための、まあ、特別な資格等は、特に必要はありません。でそのチームオレンジのコーディネーターの方の研修の概要です。まあ、その中で、この ② チームオレンジコーディネーター研修というものがあるんですけれども、各都道府県実施し、コーディネーターとしての運営のノウハウやの内容を伝達するものとして、③のステップアップ講座は、都道府県もしくは市町村が実施し、チームオレンジのメンバーとして活動する上で必要となる知識を学ぶものとして、それぞれの自治体が開催しております。こちらは、コーディネーターの役割について、抜粋したものになります。コーディネーターさんは、まあ、ここに示してあるような役割を担っていただき、1から3については、先ほど申し上げました地域支援事業実施要項という国の要項に記載がありますので、合わせてご確認をいただけたらなと思います。次にチームオレンジとしての取り組み内容について説明いたします。まずチームオレンジの目的を確認します。目的はですね、認知症の人ができる限り地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる地域づくりということにありまして、そのためには認知症の方を仲間としてチームに迎え入れていくということが前提になってきます。そしてチームの中で本人と付き合う仲間は認知症に関する一定の知識を身につけておいた方が良いので、フォローアップ講座等を受講した認知症のサポーターの方たちによって構成されることが基本となっております。また、チームオレンジとして早期からの継続支援の観点からも、開催頻度は週1回程度が理想とされておりまして、地域特性に応じた、チームオレンジの立ち上げ、運営を展開していくことになります。チームオレンジ、類型が3つありまして、次に、示させております。第一類型というものなんですけれども、強制執行の標準タイプといったものがあります。こちらはその地域の交流拠点、よりどころとして整備した場所へ本人の方や家族などが伺うことができるようにするため、メンバーが集まりやすい立地を選ぶことが重要になります。迅速な支援の対応が可能となり、サポーター以外の多様な人々の参加を前提することも求められるため、地域共生社会への発展を望むことができます。次に第二類型です。既存拠点活用タイプというものでして、こちらはすでにあるサロンであったり、認知症カフェ等の社会資源を活用して、チームオレンジを、として活用するという方法です。これまで既に行われてきた拠点を活用するといったものになるため、協力を求めることが必要であり、支援者の協力のもと、事業が進めていくことができるかと思います。3つ目の類型ですが、拠点を設置しない個別支援タイプというものがございます。こちらは活動拠点が確保できない場合に実施できる方法になりますが、集う拠点がないため、認知症の方の社会参加の機会が少なくなることと、調整に時間と手間が生じる可能性があります。先に述べました、すべて の3つの取り組み類型に共通することではありますが、
外出支援や、見守り、声かけ、認知症の方の話し相手、出前支援を通して、認知症の方や、家族の困りごとなどのお手伝いをするとともに、認知症の人の意思実現の、支援なども必要に応じて行うことが重要になってきます。認知症の人やその家族が誰でも気兼ねなく参加できて、自由に判断でき、リラックスして過ごせる楽しい拠り所としての環境を最終的に地域において作り出すことを重点において活動をしていていただければと思います。最後にステップアップ講座、フォローアップ講座の実施についてということで説明をさせていただきます。まず認知症サポーターの方がそのチームオレンジのメンバーになるには、フォローアップ講座の受講が必要になります。本日開催されているようなこういった講座のことを、指しておりまして、認知症サポーター養成講座で学んでいただいたことを土台に、実践の場で必要となる認知症の知識、身近に交流し、必要に応じて手助けをするための対応スキル等を習得することを目指しております。そのステップアップ講座、フォローアップ講座の実施主体として、原則市町村単位で実施されます。コーディネーターは市町村の認知症サポーター、キャラバン事務局と緊密に連携を取りながら開催、企画をいたします。目的については、チームオレンジで近隣互助活動をする認知症サポーターには、チームオレンジの趣旨を理解し、近所付き合い、友人付き合いの延長線上で認知症の人への適切な接し方を心得ていることが不可欠です。そのため、これからチームオレンジで活動されようとする認知症サポーターが、チームオレンジの目的や意義を理解し、認知症の人を実際に支援するための知識、技能を必要に応じて身につけるために、このようなフォローアップ講座を実施します。次ですね。講師に、そのつきましては、ここに示した方が、主に担当していただければと思いますが、その講座のテーマに応じた方に講師をしていただければと思います。受講対象者、受ける方、受講者の方については、認知症サポーター養成講座の終了された方となりますが、認知症本人の方である場合、受講は必須ではありません。立ち上げ時には必ずメンバーを集めて、ステップアップ講座を開催する必要があり、立ち上げ以前にすでに認知症サポーターが地域での活動に必要な知識や技能を習得するために講座を終了している場合、ステップアップ講座を簡略して差し支えはありません。すでにチームを立ち上げている場合には、早急にステップアップ講座を開催していただきます。チームオレンジの活動開始後も、活動に必要となる知識、技能を習得するため、ステップアップ講座については継続的に随時開催するしていくことが望まれます。マルコ版チームオレンジのメンバーになる方法は、2つございまして、ステップアップ講座を受講してからメンバーになる方法、もしくはメンバー登録後にステップアップ講座を受講する、方法が考えられます。丸6番ですが、活動内容、講座内容や時間については、原則自由とされておりまして、受講者の方の実情やチームの活動内容等を考慮いただき、設定していただきます。その際ですが、チームオレンジの活動開始時には、そのメンバーの方がチームオレンジの活動を十分に理解していることが重要になり、その上で認知症サポーターが地域で認知症の人やその家族の手助けや交流をするために身につけるべき認知症症状の理解や対応方法も習得できるような講座を実施していただきます。チームオレンジのメンバーの定例会、月1回程度を活用しまして継続的に実施する方法もあり、必要に応じて適宜認知症の方ご本人であったり、その家族にも参加していただけると良いのかなと思います。
以上をもちまして私から説明を終わらせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。安井さんありがとうございました。ではですね、事例報告の前に本日のスペシャルトークゲスト丹野智文さんについてご紹介をいたします。はい、丹野さん、1974年宮城県生まれ、東北学院大学卒業後ネッツトヨタ仙台入社、トップセールスマンとして活躍中の2013年若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。診断後は営業職から事務職に移動し勤務を続け、現在は認知症の社会的理解を広める活動をしております。2015年より認知症当事者のための物忘れ総合相談窓口オレンジドアを開設、実行委員会代表、精力的に自らの経験を語る活動に力を入れています。著書に丹野智文笑顔で生きる認知症とともに認知症の私から見える社会他があります。はい、今回は事例報告の後に事例報告者の皆さん丹野さんとトークセッションをしていただく予定にしております。はい、丹野さん一言よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。宮城県仙台市から来ました丹野智文と申します。私は9年前39歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断されております。でもね、今日もここまで一人で来てますからね。だから認知症になったからっていうことで何かこう次の日から変わるっていうことは実はあまりないですね。なんか認知症になって次の日から何が変わるかっていうと周りの人たちが変わってしまうんですよ。一人で出かけるのを禁止したり財布を持つのを取り上げられてしまう、そういうことが起きるから認知症の人たちは困ってるんじゃないかなと思ってます。今日そういう話をね、ぜひ皆さんとして安心して認知症になれる名古屋市をぜひ考えてね、名古屋県か、愛知県か、愛知県を一緒に考えてきたらいいかなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは事例報告に入ります。認知症カフェを運営しているサポーターからの報告で、認知症サポーターの安田由美子さん、よろしくお願いします。こんにちは、安田由美子と申します。よろしくお願いいたします。お隣の緑区から来ました。こういう場所は全然慣れていませんのでお聞き苦しい点が多々あると思いますが、よろしくお願いします。座ってやらさせていただきます。これでいいかな。私は、よいしょ、認知症サポーターとして緑区の中で認知症カフェ、脳トレ体操、認知症予防リーダーなどのボランティア活動をしています。認知症カフェはボランティアグループで月に1回開催しています。今はコロナでお休みをしていましたが今年の5月から再開しました。次の脳トレ体操は緑区主催の脳活体操リーダー養成講座を終了して緑区内の高齢者サロンなどにお邪魔して活動をしています。認知症予防リーダーは福祉会館で脳トレ、回想法などの研修を受けて、これも高齢者サロンや福祉会館内のサロンで活動をしています。認知症サポーター養成講座を受けるきっかけになったお話をさせてください。長年やっていた仕事を辞め、自由になる時間ができました。昔から興味のあったボランティアをやってみようかなと軽い気持ちでおりました。何をしようかと思っていたときに、広報名古屋に認知症サポーター養成講座を見つけました。2時間受講しただけでサポーターになれる。受講料はただ。これはいい。受けてみよう。そんな軽い気持ちでこの講座を受けました。自分の母、主人の母、
2人とも認知症でした。家族としての思い、悲しみや辛さ、あの時の対応がこれで良かったのだろうか。自分の生活もあり、思うように介護もできない状態でした。たくさんの後悔がありました。しかし、その体験が何かの、誰かのお役に立てるのではないか。そんな思いが溢れ出して、認知症に関わるボランティア活動をしようと決めました。こんな気持ちになったのも、認知症サポーター養成講座を受けたからです。その後はフォローアップ講座、認知症の講演会など積極的に参加をしました。そして認知症カフェを地域にという国の施策を知りました。自分の体験から認知症カフェは必要だと直感しました。どこかのカフェでお手伝いがしたい、強くそう思うようになりました。しかし、なかなかカフェは立ち上がりませんでした。そんな時、専門職がいなくてもカフェを立ち上げられることを知りました。そして、お友達と4人で1000円ずつ出し合い、カフェを立ち上げました。2015年9月のことです。認知症カフェ笑顔。月に1回、徳重地区会館、地下鉄徳重駅のユメリアの中にあるお部屋をお借りしてスタートしました。毎月部屋を取りに行き、部屋代を毎回払います。すべて会話だけのカフェです。このカフェで2回目から参加してくださっていた認知症の方が見えました。とても明るい紳士でした。その方がカフェ参加から1年半が過ぎる頃に道に迷うようになりました。バスで徳重の駅まで来てもカフェの会場まで来られなくなったり、バスに乗ってくることも大変になってきました。私は彼の家の近くで、彼が歩いて来られる場所でカフェを開きたいと思うようになりました。そして彼のご家族に相談しました。彼はカフェをとても楽しみにしているので、ぜひ近くの小見線でカフェをやってほしい。その言葉に背中を押され、その足で彼のご自宅の近くの小見線に部屋を取りに行きました。カフェの名前も決めていないうちに行動していました。それが認知症カフェレモンの始まりです。2017年5月のことです。それも、取ってから気がついたんですけど、ゴールデンウィークの真っただ中で、こんな時に人が集まってくれるだろうかっていう心配を後から したことを思い出します。ここでは彼が得意なことをメニューにしました。体を動かすこと、歌を歌うこと。彼は毎回張り切って出席され、会場の椅子の配置から歌の指導、椅子の片付け、お掃除まで積極的にお手伝いをしてくださいました。これレモンの写真なんですけど、だいぶ古い写真で申し訳ないんですが、左上がこれ歌を歌ってるとこかな。歌詞を半紙に書いて、半紙じゃないか、歌っていただくんですけど、彼とっても歌が上手で、特に毎回最後に、一番最後に歌うのが、見上げてごらん夜の星をっていうのを歌うんですけど、もうそれを歌うとね、皆さんが涙が出てくる、本当にささやかな幸せを願ってるっていう感じで、毎回その歌を歌ってました。で、
上の右側は、脳トレです。体を動かすことが好きな方だったんで、脳トレ緑っていうのは緑区に脳トレのボランティアグループがあって、その方に来ていただいて毎回、30分脳トレをやっていただいてます。で、下は、まあ、その後30分、お茶飲んでおしゃべりっていう感じでやっております。こんな感じで、なかなかコロナでずっと中止していたんですけど、また、次です。あ、え、ちょっと待ってね、すいません、終わっちゃったちょっと待ってね。あれ、これがレモンでしょ。この後のがなくなっちゃったのかな。はい、まあ、さっきの、これでいいです。ここで感じたことは、今のレモンで感じたことは、カフェはやはり地域の方の力、協力が必要ということです。このカフェに参加された多くの方が彼を知っていました。町内で活躍されていた彼をよく知っていたのです。そしてその上で今の彼を地域の方々が受け入れてくださる姿を拝見したときに、ここでカフェをやってよかったと思いました。また別の方はレモンに初めて参加されたとき、とても不安そうにされていました。帰るときには少し笑顔も見られました。そして2回、3回と回を重ねるたびに笑顔が増えていきました。カフェの部屋に入られるときから笑顔になるのにはそんなに時間はかかりませんでした。そのことはスタッフとしてとても嬉しく思えることでした。きっとここは安心していられるところだと思われたと思います。つい最近のお話ですが、今年の5月から認知症カフェレモンを再開しました。その少し前に若年性認知症の方と緑区のカフェ交流会で知り合いました。彼は皆さんの前でギターを演奏してくださいました。5月のカフェレモンに来ていただいた、来ていただきたいとお願いしました。当日、ギターを背負って奥様と一緒に参加してくださいました。5月でしたが、朝とても冷え込んだ日でした。指先が冷たく、何回も弾き直してくださいました。ぜひ次回、6月のレモンにも来てくださいね、とお別れしました。とても不安そうにして見えたので、来ていただけるかが心配でしたが、6月も参加していただけました。今回も2曲弾いてくださいました。前回のリベンジができたと言われ、バッチリ演奏していただきました。帰り際に奥様からお話がありました。そのうちにマンドリンを持ってきます、と。今、マンドリンをメンテナンスに出しているので、マンドリンが帰ってきたら練習してきます、とのこと。学生時代に奥様はマンドリンのクラブに入っていたそうです。前回5月のレモンで、私が覚えたてのギタレレを弾きました。ギターの小さいのです。今年から自力で練習を始め、右手の親指一本で、ポツンポツンと弾く程度でした。その下手くそな私の演奏を見て、奥様にやる気が出てきたそうです。なぜだか理由はわかりませんが、マンドリンのお話をする奥様の目は、キラッと光って見えました。なんだかとても嬉しく、やったと叫びたい気持ちでした。いろいろな方との出会いの中で、私を含め、スタッフ自身が皆様から元気をいただいている、そんな気持ちでいっぱいです。私はあえて
認知症カフェレモンと認知症という名前を入れました。それには反対意見など地域の抵抗がありました。逆に立ち上げてくれてありがとうという言葉もいただきました。私は認知症をもっと理解していただきたいとの思いで活動しています。認知症の方もそうでない方も同じ土俵で生きているのです。またレモンには専門職がいないため生き生き支援センターとのつながりは大切にしています。心配な方が見えるときには生き生きに相談したりカフェに来ていただき介護保険のことを説明していただいたりもしています。何の資格もない私たちが認知症カフェをやりたいという気持ちだけでカフェを始めてしまいました。はじめは参加者がお一人でもいい、そんな気持ちでした。そこはボランティアのグループなので参加者の数を気にする必要はありません。どんな病気があっても一緒に生きていきたい、その気持ちさえあればどなたでも認知症カフェはできます。今日のタイトル、私もできる、あなたもできる、この言葉通りだと思います。皆さん一緒に生きていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。安田さんありがとうございました。私安田さんが、運営してます笑顔も日曜カフェレモンも参加してますしましたけども、本当にこの男性の方、普段静かな方が歌になるともう本当生き生きとして歌ってる姿、私も今ちょっと思い出しました。はい、レモンもね、皆さん女性が多いですけども和気あいあいと楽しくやってるところだなというふうに思ってました。はい、では田野さん、今安田さんのお話聞いてどうでしょうか。そうですね、こういう本当に集まりはたくさんあるんですけど、でもほとんど当事者が集まらないというところが結構多いですよね。なんで集まらないのかね、なんか本当にこういうので楽しいっていう人は行けばいいと思うんですけど、実は当事者が集まらない、ここで悩んでる方がものすごく多いです。で、仙台では当事者だけの集まりっていうのもやってます。ここでは実は本当に自分の症状の話をしたり、さらに工夫をする話をしたりして楽しいって言ってどん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 集まってきます。今15名ぐらい来ますかね、当事者だけで1人で来ます。地下鉄やバスを使ってほとんど1人で来ますね。信じられないでしょ、80代の人も1人で来るんですよ。認知症の人がほぼほぼ 100% 道に迷います。迷っても迎えには行きません。車で待ってます。遅刻してきてもいいよって言ってるから。そうするとどうなるか、みんななんとかたどり着きます。そこからがスタートなんですよ。どうやって来たかっていう話し合いもします。そうすると人に聞いてきたよっていう人が多かったです。じゃあ誰に聞いてきたって言ったら、おじさんに聞いたら反対方向教えられた、学生に聞いたらスマホで調べてちゃんと教えてくれた、じゃあ今度来るとき全員学生に聞いたらうまくいくよねっていう備え作りをします。みんな元気になります。そういうのが大切なんですよね。で、この話を今言ったようなサポーターとかの人たちに言うと、じゃあ私次迎えに行くわって言うんですよね。で、誰かと一緒に来てねって言うんですよね。だから来れなくなるんですよね。こういうのやるときにやっぱり本人が元気になることを応援するようななんかね、ことをしてくれたらいいなと思ってますし、あと先ほどギター弾いたって人、私もお会いしました。酒飲んでる時が最高にいい顔でした。ね。で、ギター弾く。当たり前ですよ。ね。だって弾けてたんだから。弾けるのは当たり前なんですよね。で、さらに練習すればまた上手くなると思うんですよ。それを、やっぱり皆さん、認知症の人っていう病名で人を見てしまうせいか、褒めるんですよ、すごく。うわー、すごいですねって。そうすると、本人はイライラします、結構。まあ、その時はね、嬉しいけど、
いや、実はもっとできるんだ。本当にそういうことが起きるんですよね。だから、まあ、ほどほどに褒めてあげてくださいね。うん。だってできるんだから。認知症の人もギターできないっていうのはありえないんだからさ。だから、もともとできた人はできるんですよ。私もありましたよ。こうやってね、講演活動に来ました。自販機でジュース買ってたら、田野さん買えるんですね。すごいですねって手叩かれたことがあります。何を言ってんのですよね。ね。皆さんジュース買えない人いますか、ここに。皆さん買えますよね。でも私は褒められるんですよ。イライラしますよね。イライラして怒ると認知症の症状で PTSD って言われるんですよ。ね。別に認知症の症状じゃないですよ、これ。ね。だから、ぜひね、普通に、皆さん、普通に扱ってほしいんですよ。認知症の人を。なんか、特別扱いしないでほしい。病名で人を見るんではなくて、目の前の人をきちっと見てほしいなとも思ってます。安田さん、どうですか？今、ね、安田さん、なんでしょうかね、その方のいいところを本当に引き出されて、うんうん、活動されてるなというふうに思いますけども。うん、認知症って診断されてない方も、まあ、高齢者の方が多いんで、参加される方は。うん、もう私は一緒だと思ってるね、皆さん。忘れ物するし、みんな一緒でしょみたいな感じで、まあ、扱うって言い方は悪いですけど、そういう態度でやるので、まあ、それを気に入ってくださった方がまた来てくださるっていう感じなんですけど、まあ、私の母も、主人の母も認知症だったんで、やっぱり自然にお友達でも扱ってくださる方が嬉しかったっていうか、本人もそれで普通に、まあ、ちょっとちぐはぐな会話にはなるんですけど、それでいいんだなっていう、それで、そういう、まあ、がんとかいろんな病気と一緒で、そういう、病気っていうかあれがあるんだから別にそれはそれでいいんだっていう気持ちが元にあるのでそういう思いでやってます。こういうところがだんだん広がってね、どんどんそこにいろんな人たちが関わって本当にフラットな関係性を作っておくことが備えなんですよね、認知症になってからの。だからこれすごくいいことだと思います。そこで関係性を作って皆さん認知症になった時に助けてねって言えるところになってほしいんですよ。あるところがありました。認知症にならないように頑張るんだって言ったところがありました。そうするとそこのここじゃないですよ皆さんね、認知症にならないために認知症予防をやるんだって言ったところがありました。そうすると認知症になると落第者のレッテルを貼られて来れなくなるんですよ。ぜひねこういうところあった時には認知症になったらみんなで支えるよっていうチームになってほしいんですね。ね、だって皆さん認知症になりますからね。私9年前になりましたけど、バッと見て、私より皆さん年齢高いですよね。うん。なります、なります。なので、認知症になったら、助けてって言えるような、こういうところにぜひ行って、で、ね、助けてって言われなければ、助けないであげてほしいんですよ。認知症の人を。ね。でっていうな、ございます。これからたいなとか、ちょっとこう認知症カフェに興味のある方、質問等ありましたらどうでしょうか。よろしいですか。まあ実際今ね、認知症カフェ立ち上げてる方いらっしゃいますけども、どうですか、ちょっと聞いてみますか。実際に運営されてる方もお見えですので。はい、じゃあ、ですか。認知症カフェ運営されてて、ちょっとこう、気をつけることとか。思います。
意識ですか。意識をする。あ、ごめんなさいね。例えば今の会話聞いてると、認知症になったらとおっしゃるんだけど、認知症になる人って、ある程度自分で自意識が出てくる？みんな自覚してますよ。認知症になった人みんな、ただそれが認知症なのか、老化なのかわからないだけなんですよね。この記憶力が悪いのが、老化なのか、認知症なのかわからなくて混乱してる人が多いです。でも、ほとんど 100%、私、当事者と今まで喋ってきて、みんな自覚あります。物忘れが最近多いんだよね、とか、ちょっといろんなものをどこに置いたか忘れちゃうんだよね、って、みんな自覚あります。ただ、それが認知症かどうかがわからなくて、俺は認知症じゃないって言ってる人はいますけど、でも自分の症状はみんなわかってます。一番分かってるのは当事者ですよ。ただね、介護認定なんかをするときに、そういう認定者が、やっぱりそういう方には自分はそういう人じゃないよと見せるために、みんないわゆる、とてもいい話をするわけだね。そういうことについては、ご存知？介護保険を認定するときに、自分は何でもできるっておっしゃる。そうそうそう。はい。そういう方が多いと聞いてるんですけど。あのね、本当にね、介護保険が必要な人には、私本当に必要だと思うんだけど、今のところね、介護保険必要ない人にも使わせてる部分があるんじゃないかなと思うんですよ。介護保険が最初に来るんですよ、話が。で、実は昔はね、認知症になるのが重度になってから診断されてたので、すぐ介護保険につなげましょうっていうのはもしかしたら正解だったかもしれない。でも今診断が早くなって、介護保険が必要ない人たちもたくさんいますよ。だから、なんだろう。本人とよく話し合うことが大切かなと思うんですよ。なんか周りが決めるんじゃなくて。本人と話し合えたら、本人が認知症だったら、そんな話し合えないと思うんだよね。いや、話し合えますよ。認知症の人を喋らないと思ってるのは周りの人たちだけですよ。私、今まで400名の当事者と喋ってきて、一人も喋らなかった人ないですよ。だから、認知症イコール重度の人っていうイメージしかないですよ、皆さんの中に。認知症の人、私、認知症ですよ。ね。私、認知症なんですよ。実際に。これ、ちゃんと、私の場合は、2週間、大きな病院で入院して、多分認知症だと思うと。で、大学病院で1ヶ月入院して、脳が縮んでる。認知症ですって確定されてます。確定されてるんですよ。だから、皆さんの中の認知症のイメージが、重度の人、じゃないですかね、もしかしたら。だから、皆さんね、認知症って重度になる前には必ず初期があります。診断直後があります。そこを忘れないでほしいんですよ。そこから重度の人と同じように関わるから本人が諦めてしまったり、うつになったりしてしまうんじゃないかなと思うんですよ。ね、こういうカフェにぜひね、認知症の人たちが来て普通に関わることが本当に一番大切なんですよ。それを認知症っていう診断名がついた途端にみんなが先回りして助けようとすると、本人はできない人になってしまいます。それが進行を進めてしまうと思うんですよ。なので、もしかしたらわかんないけど、認知症のイメージが今までの、メディアとかは悪いんですけど、何にもわからない人。じゃあ私こうやって喋れるから、症状がないのかって言ったら、私は症状ありますよ。実は娘の顔忘れるんですよ。家の中で娘が帰ってきてもわからないです。会社に行って自分の席がわからないです。でも聞けばいいんですよ、人に。だから困ってない。だから認知症イコール困る。それは周りの人たちの考えであって、実は助けてもらったり、工夫することで補うことはできるんですよ。
これを知ってほしくて今日来ました。はい。例えばね、僕も結構いい歳なんだけど、最近固有名詞をすごく忘れるんだね。だからこういうのがやっぱり認知症の前兆かなと思って自分で。それは老化ですよ。老化。だってね、普通の人だって忘れますよね。私は固有名詞を忘れるんじゃないんですよ。自分の娘の顔がわからないんですよ。存在がわからないんですよ。そことそこは違いますよね。しかしね、例えば、認知症になる、なったってそういう話はダメってもまずいんだけど、認知症になるなっていう人は、ある程度自分で俺自意識があるんじゃないかと思ってるんだね。ただそれを一人に知られたくないために言わないんじゃないかなと俺は思ってるんだけど。どうでしょうか。さすが。はい、ありがとうございます。ちょっとまた、後ほどですね、はい、ゆっくりとお話しできればいいかなというふうに思いますので、ちょっと一旦よろしいですか？別の方のお話を伺って。はい、すみません。ありがとうございます。はい、よろしいですか？何の話をしましょう？今、実際に運営、ね、もう、4年5年運営されてると思うんですけども、まあ、普段こう気をつけてることだったりとか、まあ、なかなかこうカフェに集まらない人が集まらないっていうふうにお困りな方いらっしゃいますので、ちょっとこうアドバイスをいただけると嬉しいですが。すいません、いきなり名前振られてしまいました。今東郷町で認証カフェをやっている田中です。元々は緑区の方の介護施設の方で認知症カフェ立ち上げてたんですけど、自分で医療機関とかそういう事業所に関係ない認知症カフェがやりたくて、近所のカフェバーで昼に1回と夜に1回、月に2回ほど2時間ぐらいのカフェをやっております。最初の頃はですね、とりあえず、まあ本人さんが来なくても、とりあえず、認知症カフェとしてやっていこうかなっていうところで、喫茶店の、奥の掲示板というか、メニューとか書いてるところに、月に2回やってますよっていうのを掲示させてもらって、で、コーヒー飲みに来た時に、あれ何って形で、お客さんが見た時に、ちょうど、喫茶店のイベントを、例えば、音楽を聴きますよとか、ギター弾きますとか、集まってなんか、いろんなことやりますよっていうイベントと同じような形で買ってもらいました。それをね、1年ぐらい続けたのかな。そのうちに喫茶店にコーヒー飲みに来る常連さんの中で、認知症って言葉が普通に当たり前になってきて、カフェのオーナーさんに、実はこういうことで困ってるんだよねっていうお話がポツポツと来てくれるようになって、家族とか本人さんがちょっと来てくれるようになってっていう形になりました。なので最初の1年間は正直本人も来ないかなと思ってます。でも改めてコミセンとかそういうところでやると実際来たいなって思える気持ちがそこまで来ない方もいると思うんです。で、とりあえずコーヒー飲みに行ったかなっていう本人も家族も言い訳になるとかってところでちょっと続けていく。あと、丹野さんと一番最初に認知症カフェを始めようと思った時に、本人さんが来たくない認知症カフェは嫌だねっていうことで、当たり前にカフェっていうよりは、一緒にビールを飲みに行けるところに行こう。コーヒー飲みに行こうっていうところで、そのついでに、一緒にコーヒー飲みながらとか、ビール飲みながら話の延長で認知症の話ができるところはやろうよっていうところから始めていきました。やってるうちに、口コミであったりとか、喫茶店の常連さんの中で実はっていう話になってくるっていう、正直草の根的な話でやってます。今カフェ始めて4年目になったんですけど、最初の1、2年間はいないよねっていう形で結構大変だったと思います。あと、正直コロナで続けられなかった時期も今もそうなんですけど、それでも一応オンラインであったりとか、誰も来なくてもやってるよねっていう形でしていくと、ぽつりぽつりと話の中で実は私の親がねって話で続けられるのかなっていうふうに。なので、認知症カフェが本人さんが来るっていうよりは、当たり前に生活の中で実はねっていう親の愚痴の話の延長からとか、もしくは自分の奥さんがねっていう将来の心配の話とか、
子どもの話ができるような感覚でやれるといいのかなと思います。はい、はい、ありがとうございました。丹野さんもよく行かれてるカフェですもんね。そうですね。みんなでお酒飲んだり、コーヒー飲んだりして、普通の話をするんですよ。その中から、あ、じゃあギター弾きたいなってなったらギター弾こう。何々やりたいなって言ったら何々やろうって、そこから生まれるんですよね。だから、田中さんのやってるところはすごく面白いなと思うのは、最初はただ単にコーヒー飲もうから始まるんですよ。で、その中からなんか本人が、お、ギターやりたい、歌歌いたい、ちょっとこの機械触ってみたいって言ってから始まる。うん。だから、プログラムがないんだよね。だから、プログラムがないのがいいんじゃないかなって。まあ、プログラムあってもいいんだけど、本人がやりたいこととか、周りの人たちがやりたいことをそのままこうスルーでいけたらいいかなとも思ってました。はい、ありがとうございました。はい、安田さんもお忙しい中、ありがとうございました。また参考にしてください。はい、どうもありがとうございました。はい、では続きまして、認知症の方の社会参加活動、ノアの会の立ち上げに至るまでについて東浦町社会福祉協議会、認知症地域支援推進員の岩田さん、あとノアの会のですね、方もお見えになってまして、神谷隆さんと、安子さん。では報告よろしくお願いします。それでは、東浦町で立ち上がりました、認知症の方のボランティア団体ノアの会の立ち上げまでの発表させていただきます。私、東浦町社会福祉協議会認知症地域支援推進員の岩田と申します。よろしくお願いします。の、はい、ノアの会の神谷隆と申します。お願いします。じゃあその妻の神谷康子です。よろしくお願いします。すいません。それでは、25分ほど発表にお付き合いいただければと思います。座って失礼いたします。それではここから、東浦町で若年性認知症の当事者である神谷様とその奥様が立ち上げられたノアの会について、神谷様ご夫婦の発表に先立ちまして、私がその、そこまでの取り組みについてご説明をさせていただきます。先ほどご紹介させていただきました私東浦町社会福祉協議会、岩田と申します。お願いいたします。ノアの会というのは現在主に東浦町で活動しているボランティア団体になります。このノアの会、難しい名前ですが、この名前にはオレンジの輪、皆さんオレンジリンゴをお持ちと伺っておりますが、認知症支援の輪が広がるようにという思いがつけられて、お名前つけられたと伺っております。で、現在認知症の方とそのご家族がお話をされたり、一緒に畑仕事をして活動したりすることを目的に、本年度立ち上がっております。まず話に先立ちまして、東浦町についてご説明をさせていただきます。東浦町というのは、認知症人口約5万人の都市になります。で、東西7キロ四方、町内のどこでも車で20分で行き来できるコンパクトな町となっております。名古屋市、それ、愛知県とか天白区の高齢化率 23% と伺っております。比較的若い町
であると聞いております。東浦町の高齢化率は 25% を超えております。それから要介護認定率、要介護と認定される割合も、愛知県より高く 16.9% となっております。すいません、ちょっと資料が古い数字ですので、刷新してまいりました。トヨタとか、それから名古屋市のベッドタウンとなっていて、製造業を中心として栄えている町になります。上にありますのは、東浦、徳川家康の聖母、お代の方の、生誕の地ということで、お代祭りというのが年に1回開催されております。名古屋市の方でも、認知症条例制定をされているかと思います。名古屋市の制定、令和2年4月の施行とほぼ同じくして、東浦町でも令和2年の6月に認知症に優しい街づくり推進条例というのを作らせていただきました。内容は名古屋市とほぼ同じく、認知症の方とか、それから町内の各機関、専門職などの役割、取り組みなどを明記したものになっております。すべての人が自分ごととして認知症の方の立場に立つということを目的としております。また、本日聴講されている方、オレンジリング、先ほど申し上げましたが、オレンジリングをお持ちの方が多いかと思います。皆さん、認知症サポーター養成講座を受講されて、認知症の基礎のこと、よくご存知かと思います。名古屋市ではすでに16万人ほど、こういったサポーターさん、皆さんのような方がいらっしゃると聞いております。東浦町でも、小学校4年生、それから中学校1年生が、授業でサポーター養成講座受講されていたり、また地域の企業なんかでこうしたサポーター養成講座を行わせていただいております。また本日こうやって開催されていますステップアップ講座、フォローアップ講座に相当するものも年に1回行わせていただいております。また先ほど県の方から、認知症施策推進大綱というもの、ちょっと難しい大綱の説明があったかと思います。近年東浦町ではそれに基づいて、当事者の方とそのご家族の視点というのをすごく重視しております。これまでは認知症というと、施策というと、認知症の人をどうやって助けるかとか、認知症の人を助ける人、皆さんのような人をどのように増やすかということが中心になっていたかと思います。でも最近、国は認知症の方が住みやすい街っていうのは、認知症の当事者とそのご家族が住みやすい街、そのご家族の視点で住みやすい街であるという考えになっています。これまでは皆さんのような助ける人が中心だったところを、認知症の方、ご本人中心に考えるということを重視しているものです。これに沿って東浦町でも、認知症の方、当事者同士が話し合えるような本人ミーティングとか、それから当事者の方に直接ケアマネージャーさんから聞き取りをしてもらって、どういう気持ちで生活をされているのか、どんな工夫をしているのかっていうのを聞き取るようなアンケートをさせていただいております。そんな中、国が認知症の方の社会参加を進めるための取り組みを推進することが決まりました。もちろん皆さんもそうかと思いますが、自分が認知症になっても住みやすい街があれば、そこで生活を続けることができればとっても幸せかと思います。でもそのために病気になっても地域とつながり続けることができる地域っていうのはとっても大切であるということはわかるんですが、社会参加ということが認知症の方にとってどのようなものなのか、具体的にどんなものなのかということが、担当者の悩みでもありました。そんな時、私たち若年性認知症の当事者の N さんと出会いました。この方、保育士として地域で長年活躍されていて、たくさんのご友人が地域に見えました。しかし若年性アルツハイマー型認知症と
との診断を受けて、人に迷惑をかけたくないという思いが強くて、お仕事をご自分から辞める、引退される決断をされました。お子さんはもう自立されて家を出られました。で、ご主人は単身赴任で、お一人暮らしでいらっしゃいました。お話を聞いていると、家に一人でいるとお腹が空いて辛いとか、何かやることが欲しいとか、本当は仕事を続けたかったということをポロポロおっしゃられました。N さんにまず、高齢者が多い認知症カフェとか、デイサービスでのボランティアなんかを体験していただきました。でも、これまで地域の中で保育士として第一線で活躍をされてきた方です。ご本人の華々しい経歴から見れば、どれもすべて物足りなく味気ないものであったようです。で、全く生き生きとしていらっしゃるようには感じられませんでした。もともと N さん、すごく高いスキルがありました。で、教え子とか友人も地域にたくさんいらっしゃいました。職業人としても本当に幅広く活躍をされていた方でいらっしゃいました。そんな中で、デイサービスでのボランティアや、それから障害者の方の就労支援というところでは、どこか周りから支援を受けているような、気を使って助けられているような、そんな活動内容、役不足を感じるような内容だったようです。そんな中、最初にご相談いただいたときに、N さんがケーキを作ったりとか、コーヒーを運んだりするような仕事だったらやりたいっていうふうにおっしゃっていたことを思い出しました。そして、もともと、元教員で、もともと地域で生きづらさを抱えた人たちの居場所を作りたいというお気持ちのあった、ファーマーズマルシェしおりさんという古民家カフェの店主さんに、働きかけを行いました。この古民家カフェ、カフェだけではなくて、レンタルスペースとかギャラリーなんかでちょっと開放した空間があるということから、活動にそこを使っていいよというふうにご了承をいただきました。そして N さんの活動が始まりました。最初に作ったのが東浦町社会福祉協議会が、企画をしました幸せ屋さんというところでした。これがカフェのスペースを利用して N さんに、カフェの店員をやっていただく、カフェの運営自体をしていただくという場所です。それから、このカフェ、畑も持っておりまして、椎茸とかイチジクの栽培もしていました。そこら辺のお手伝いも N さんにやっていただきました。できるだけ地域の方と接していただけるような、オープンな、接客の中心として活動をしていただきました。ただ、社会福祉協議会の事業として行っていたこの幸せ屋さんというのが月に1回しか開催をしていなかったこともあり、また新型コロナの流行もあって、休みがちになりました。休止中に N さんの認知症状が進行することを心配された、しおりの店主さんから、しおりが開催している毎週やっている水曜日のカフェを手伝ってもらえないかというお申し出をいただきました。そこで社会福祉協議会の事業とは別に普通のカフェの中でお手伝いもしていただくようになりました。その中で社会福祉協議会つながりのある職員が毎週カフェを訪問してカフェの常連客の皆さんに若年性認知症について説明をしたり、会話の仲介をしたり、N さんがカフェの中で自然に溶け込めるような工夫をさせていただきました。そのうち、N さんの持ち前の明るいキャラクターもあって、常連客から声をかけられたり、また N さん自身積極的になって、常連の方が帰る際に気をつけてねと声をかけて手を添えたりされるような姿が見受けられました。そして、みるみるうちに元気になって、活動、明るい顔を取り戻していかれました。
このように、住み慣れた地域で暮らすとか社会参加をするというのが単に施設に入っていないとか、家から出て何か作業をするということではないということを私たち N さんの講座から学ぶことができました。認知症になると皆さんのような周りの支援者の方は助けてあげたいと多分思われるかと思いますし、認知症の人も助けてほしいって思うかもしれません。私たちでも普段はどうでしょうか。ある場面では人から助けてもらうことがあります。でも別の場面では人を助けることがあります。認知症になるとそういう当たり前の関係性が失われがちです。でも人はいつも誰かを助けたい、誰かの役に立ちたい、必要とされたいというふうに考えていらっしゃいます。枯れ物に触るように扱われたりとか、あと過剰に守られたりすることで役割や意欲が失われていくことがあります。でも病気になった後も皆さんのような方々と新しい関係性を築いていくことで自己有用感が高まって、社会とつながりたい、もっと自分らしく生きたいっていう気持ちになるということを N さんの日々の生活から私たち知ることができました。そしてそんな地域住民 N さん、それからしおりさん、お店ですね、上手に関係が出来上がったその水曜日のカフェに、この後お話しいただく神谷様ご夫婦がいらっしゃることとなりました。ではここからは、若年性認知症当事者の、ご主人神谷隆さんと奥様の安子さんの視点から、認知症と診断されてからこのファーマーズマルシェしおりにつながってノアの会を立ち上げるまでのお話をしていただきたいと思います。神谷さんご夫婦お願いいたします。ノアの神谷隆です。よろしくお願いします。じゃあ本来なら代表である主人がお話しするのがいいとは思うんですが、かなり緊張とプレッシャーと初めてのことで、ちょっと難しいので代わりに私が代読させていただきます。私もそれ以上に緊張しているので、すいません、つまずくかもしれないですが、お願いします。ノアの会は認知症の人のための会です。認知症になって困っている人や苦しんでいる人もみんな仲間になって楽しく活動することを目的に立ち上げました。私は57歳の時に認知症と診断されました。どうしてこんなに忘れてしまうのだろうと思うことがだんだん増え、うどん屋の仕事も続けることができなくなりました。それからは家でぼーっとして過ごしていました。時々奥さんに連れられて高浜市にあるデイサービスに行きましたが、お年寄りばかりでまだ若い自分のいる場所とはとても思いませんでした。まだまだできることがあるのに、もっと人の役に立てるのに、じっと座ってばかりいるのはすごく嫌だと感じました。で、そこで今年の1月、今度はどこに連れて行かれるのかと不安な気持ちで連れてこられたのがしおりです。しおりはこれまでに行ったどの施設とも違う場所でした。オーナーの水野さんからは、お店のお手伝いをしてください。と頼まれたので、毎週張り切ってしおりに通っています。自分は認知症になっても、頑張りたい、役に立ちたい、立ちたいと思っているので、自分にできることは何でもやります。どんどん頼んでください、と言っています。しおりでは、怒られたり、急かされたり、ダメだと言われることはありません。だから、いつも安心して、自分のペースで仕事をしています。
自分は認知症になっても自分らしく毎日を楽しく過ごすことができることをみんなに知ってもらいたいです。これまでより少しゆっくりなら頑張れます。これまでより少しサポートしてもらえたら、さらに頑張ることができます。今、とても幸せです。どうかこれからも皆さん仲良くしてください。ありがとうございました。はい、すみません。デスコからも次私なんですが、すみません。先ほど申し上げた通り、私もかなり緊張してます。すみません。お聞き苦しいかとは思いますが、よろしくお願いいたします。はい、で私の和の会で主人と一緒に活動しています、神谷康子です。主人は3年半前に軽度認知障害と診断されました。当時の私は現実を受け入れることができず、周りに知られる前に主人に下った診断をなかったことにしたいと必死でした。でも主人の症状が改善されることはありませんでした。私は主人を人目から隠し、周りに気づかれないように家の中に囲ってしまいました。誰とも関わりを持たず、毎日家でぼーっと過ごすだけの主人は、さらに症状が悪くなっていきました。私は本当に仲のいい、信頼できる人にだけ、主人が認知症であることを話しました。ほとんどの人が、隠して当たり前と私の取った行動に共感する言葉をかけてくれ、私はその言葉通りに認知症の主人を隠し続けました。そんな中、隠さなくてもいいと助言してくれる方がいました。私は、隠さなくてもいいの？恥ずかしいことではないの？これまで隠さなければならないと思い込んでいた私の気持ちが少し楽になった瞬間です。それ以来、私は主人が認知症であることを周りの人に伝えるようにしました。すると多くの方々から助言をいただけるようになりました。その助言一つ一つがありがたく、そのおかげで主人のためにできることをしよう、主人と一緒に生きていこうと思う私になることができました。まず介護認定をしてもらい、デイサービスへ行きました。しかし現存のデイサービスは、どこも高齢者のための施設ばかりで、若い主人に会う場所は見つかりませんでした。主人の顔から笑顔が消えました。私の心は、このまま認知症が進行するのを指をくわえて見ていることしかできないかという不安でいっぱいになりました。今年の1月、東浦町社会福祉協議会の紹介でしおりにつながることができました。しおりに来て主人は笑顔になりました。今では楽しくありのままに自然な様子で活動しています。私はやっと主人の居場所が見つかったと心からほっとしています。そして認知症当事者を支える家族である私にとっても大事な居場所です。しおりに来た当初は、主人はしおりを利用する利用者で、私は主人の付き添いとして同行し、しおりのサービスを受けていれば良いのだと思っていました。もちろん私自身は認知症ではないので、サポートを受けるつもりはありませんでした。しかし、オーナーの水野さんから、しおりは普通のカフェであって、施設ではない。二人が自分らしくいられるようにサポートはするが、施設のようなお膳立ては何もしない。だから、おんぶに抱っこはダメ。と言われ、主人に対する接し方も指摘されました。私は今日に至るまで、水野さんと何度も何度も話をしました。その中で分かったことが二つあります。一つ目は自ら主体的に活動し、生きる目的を持つこと。二つ目は認知症当事者だけでなく、支える家族のサポートも必要であるということです。私自身について振り返ってみると、病んでいたと思い当たることがいくつもあります。私が病んでいなければ、主人を家に囲うこともなく、主人の病気の進行を遅らせることができたかもしれません。そこで私たちはノマの会を立ち上げました。
ノアの会では若年性認知症当事者による認知症の方のための相談窓口を開催しています。その他カフェでの接客、訪れた方々とのおしゃべり、そして畑での野菜作りにも挑戦しています。ノアの会での活動を写真で少し紹介したいと思います。これがしおりカフェでの活動です。毎週水曜日の10時から11時半の営業ですので、9時半からこのように掃除をしたり、オーナーの水野さんが作ったお惣菜を盛り付けたりの準備をしております。はい、すいません。さて、あの盛り付け作るのはちょっと難しいんですが、盛り付けをしたり、先ほど紹介のあった同じ仲間の N さんと洗い物など笑顔で活躍しております。でカフェが10時にオープンしたら、お客様にコーヒーの提供をしたり、その後車椅子でのお客様が見えたら入店の 手助けをしたり、で時にはお客様と楽しくおしゃべりに加わってお話をしています。で学生時代のお友達もたくさん来てくれて、懐かしい昔話に花が咲きます。まこんな若い若すぎますね、あのお客さんも見えます。この可愛らしい笑顔に癒されて若いパワーをいただいています。でカフェに来てくれたお友達に誘ってもらって、初めてのレガッタにも挑戦しました。全くね、全然初めてでね、できなくて他の仲間にかなり迷惑をかけてしまい沈みそうになったようですが、潮風がとても気持ちよくて楽しかったと言っておりました。で今ではこのように子どもたちの見守りもしています。まあ、子どもたちは学校でのこととか家庭でのこといっぱいいっぱいお話ししてくれます。またここでも若いパワーをいただいております。はい、そして畑仕事も始めました。で初めてのこの管理機、もう農業なんて縁のなかった生活をしてましたので、初めての管理機すごく最初怖かったんですけど、慣れてきたらとても楽しくて、二人で取り合いでした。今度私がやる、変わってみたいなね。でとりあえずはじゃがいもなら簡単にできるよというアドバイスをいただいたので、たくさん植えてこのようにたくさんできました。やっぱりね、収穫は楽しいですね。はい、で今ではね、一番たくさん多く食卓に上る食材です。毎日も食べております。まあこのようにノアの会をきっかけに、たくさん あの初体験、初めてのこと、今までやることなんてないなと思ってたことをたくさん経験させてもらっています。まあ、このようにノアの会の活動が私たちの生きがいになりました。潮井での活動を主体的に楽しむ私たちの様子を発信することで、同じように苦しんでいる認知症の当事者と家族を助けたいです。まあ、とは言っても、主人の症状はね、やっぱり進行はしています。まあ、今でも私は時々戸惑い、不安になり、間違った判断をしてしまうこともあります。まあ、しかし、今の私にはそんな時助言をくれて、前に向かせていただける、まあ、しおりのオーナーで、ノアの会の仲間でもある水野さんが近くにいてくれます。主人と私のことを知っていてくれる方が近くにいてくれることは、すごく心強く安心できます。どうぞ皆様も当事者とその家族もことも理解して、安心して笑顔で過ごせるようサポートしてあげてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。
まあ、ありがとうございました。神谷さん、どうですか、一言。みんなに支えられて。ね、皆さんに支えられて支えてですかね。はい、どうもありがとうございます。はい。奈良さん、どうでしょうか、今の。いや、ね、私も今こうやって喋ってますけど、最初5分間泣きながら喋ったんですよね。8年前。同じ気持ちですよ。で、ね、私も最初認知症を隠したかった。同じですよ。でもね、今多くの仲間たちと一緒に活動して、ね、進行はするけど、よりよく生きれることはできるんですよ。で、一回ね、気持ち落ち込みますよ、誰だって、認知症って診断されて。這い上がる力はある。だからね、うちの仲間たちもそうだけど、今こうやって、今落ち込んでるかもしれないけど、這い上がる力もあるし、諦めないことが大切だと思います。で、失敗してもいいんですよ。失敗しても、失敗した方がいいんだよね。俺も失敗よくするんだけど、失敗しても、一緒に工夫してくれれば、成功体験が生まれるんですよ。成功体験の積み重ねが元気になるからね。絶対大丈夫ですよ。うん。ね、私の8年前を見てる感じで、本当に頑張ってほしいなとも思ってます。はい。はい。では、今の、報告でどうでしょうか。質問等ありましたら挙手お願いします。はい、よろしいですかね。はい、ではちょっとお時間ありますので、最後にですね、発表者の方に上がっていただきまして、まあちょっと今日の感想だったりとかですね、あと全体の質問も受け付けますので、ちょっと準備しますので少々お待ちください。はい、では準備できましたので、ですね、今日どうでしょうか、安井さん、いろいろ皆さんご活躍されている話を聞いて、こうチームオレンジ、そうですね、はい、今日本当にカフェの運営者の安田さんであったりとか、認証の当事者の方の神谷さんとか田野さんのお話聞いて、すごい生の声を聞いて、普段仕事をまあこう机の上でしてるだけでは聞けないようなお話だったりを聞けて、すごい貴重な機会を設けていただきました。本当にありがとうございました。本当に認知症っていうその言葉だけがちょっと先行しちゃって、その正しい理解であったりとかをしっかり、まあ行政の立場としてもしっかり皆さんにお分かりいただくようにしていきたいなとも感じました。はい、以上です。安田さん、どうでしょうか。最初に沖永さんからカフェのお話してもらえるって軽い感じで言われたので、いいよって答えたらこんなことになってしまってこんなたくさんの人の前でおしゃべりするとは思ってもみなくて
だんだん後悔したんですけど、まあまとめるのが苦手で申し訳ないですけど、先ほどのね男性の方が言われた高齢者になって検査員の方が見えると何でもできます、あれもできます、これもできますって言っちゃうのは今までにできてたんで、イメージとしてやっぱりできると思っちゃうし、できないって言いたくないっていうのもあるし、その辺は私も高齢者の仲間入り したので気持ちはとてもよくわかります。それはまた高齢者は高齢者でね、甘えるのが結構上手なので、上手に甘えてくださることもあるんですけど、すいませんまとまらなくて、私は認知症だからって別に特別じゃないと思うんですよ。私も甲状腺機能低下症っていう病気でもう40年来薬飲んでるんですけど、この薬飲まないとぼーっとなって今やったことも忘れちゃう、認知症の症状みたいのが出てくるんですけど、もともとはっきりした頭じゃないので時々ぼーっとしてるんですけど、本当にみんな一緒同じかなって思って、今もこれからも、まあ、いろんな病気もあってもいいと思うので、それを許し合える、まあ世の中って言うと大げさなんですけど、せめて私が住んでる緑区だけでもそういう地域になってほしいなと思って活動しています。そんな感じです。すみません。はい、安田さん、私安田さんが本当に、日曜カフェで、やられてる姿が本当に好きで、ちょっと今日お声かけをさせてもらったんですけども、皆さんに伝わったかなというふうに思ってます。どうもありがとうございました。今日お招きいただいてありがとうございました。神谷さんご夫婦とか、それから田野さんもそうですが、多分お話ししているとすごく元気をもらえたりとか、力をもらえたりするかなと思います。多分皆さんオレンジリングを持っていらっしゃるので、ぜひ認知症の人を助けたいというお気持ち、すごいあるかと思いますけれども、元気をもらってるってことは私たち助けられてるっていうことかなと思います。ぜひ助けたり助けられたりするっていう新しい関係性をまたここからつないでいっていただけるといいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。また皆さんと何かやらさせていただきたい。すみません。お願いします。はい、すみません。主人も本当、いつももうちょっとね、元気でやんちゃなんですが、今日は本当に緊張してて、初めての経験で、まあ、私も一緒なんですけど、はい、ね、やっぱり3年半、まあ本当、丹野さんと今日お会いできて、もうすごく私も元気、ね、私たち元気もらいましたし、先ほど文章にもあったんですが、やっぱ私、まあ、当事者を支える家族、近くにいていた私が本当に病んでたんだろうなと思い当たることもたくさんありまして、やっぱりできていた時の主人、ずっと近くにいた主人、できなくなっていて、くのを見なきゃいけない辛さと認めたくない辛さと、でもこうやっていろんな方と出会えて、お話を聞くことができて、私が本当に変わっていけてると自分では思っております。まあ、でも本当に主人と共に、頑張ってね。はい。生きていきたいと思います。
これからも皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ今日はどうもありがとうございました。本当にちょっと失礼なことを言ったかもしれないですけど、でもね、みんなが自分が認知症になったときに、本当にこの町がね、皆さんが住みやすい町になってほしくて、ちょっと言わせていただきました。そして、仙台ではね、神谷さんのことを経験専門家っていう言い方をしてるんですよ。皆さんね、今から認知症になります。でも認知症になったときに、神谷さんの話を聞いておくことが備えになるんですよ。だからこそ神谷さんの話をちゃんと聞いて、で、自分が認知症になった時にどう備えるか。予防じゃないんですよね。予防は今のところできません。なので、認知症になった時にどのように過ごしたいかを今から備えておく。今、友達と仲良くしていただければ誰も助けてくれません。今、夫婦関係がうまくいってなければすぐ離婚です。ね。そうならないためにも、今みんなと仲良く、で、ね、カフェにみんなが行って、そこで本当にみんなと関係性を作っておくことで、自分が認知症になっても安心できる、ね、街になるんじゃないかなと思うので、ぜひ、これからも皆さん、ね、こう当事者の話を聞いてちゃんと自分ごととして考えてほしいなと思ってます。ありがとうございました。はい、今日はですね、天白区でチームオレンジを立ち上げたいという思いからですね、この講座を企画をいたしました。一気一気支援センターだけ、区役所だけ、専門職だけではなかなか皆さん認知症の方たちを支えていくっていうのは難しいものですから、ぜひります、はい、チラシにですね、ワーキングの第1回、チームオレンジワーキングのご案内のチラシを入れてるんですけども、10月31日にここの区役所の会議室になるんですけども、ワーキングをする予定にしております。ぜひこの講座を聞いて、興味を持たれた方、私たちと一緒に何かこう活動したいなって思われた方いらっしゃいましたら、お申し込みいただきたいなというふうに思います。はい、では以上をもちまして、令和4年度認知症サポーターフォローアップ講座を終了いたします。はい、本日は長い時間ありがとうございました。